アメリカ連合国のバトンルージュで撮影された黒人奴隷の写真ファーストエディションアンクルトムの小屋の初版1852年アメリカ合衆国アメリカ人のハリエット・ビーチャーストにより大西洋の両側で同時に出版されたジェームズ・シャーマン牧師の紹介もありこの小説は大衆の心を捉えてアメリカの奴隷制度廃止運動に対する民衆の支持において 転換点となった。奴隷制度廃止運動は、奴隷制度と世界的な奴隷貿易を終わらせようとする政治活動である。ヨーロッパの啓蒙時代に始まり、19世紀のヨーロッパとアメリカ合衆国で大きな世論となり、最終的にその目的のいくつかは達成できた。ただし、今日でも、 子供や大人の奴隷及び強制労働は広がり続けている。なお、英語では、上記のように、アボリショニズムという一つの単語だけで、奴隷制度を対象とした廃止運動を表す習慣となっているので、注意を要する。また、アボリショニズムは、一般的には、廃止論あるいは、廃止主義と、日本語訳されるが、本校では、理論的なことに加えて、 奴隷制度の廃止に至る活動を取り上げたので廃止運動とした。イギリスにおける強制的な隷属の最後の形態は17世紀の初めに消滅した。しかし18世紀までにロンドンやエディンバラに黒人奴隷が個人の重木として連れて来られ始めた。この黒人奴隷は売買されたのではなく、その法的な位置づけは1772年まで不明確であった。 この年、ジェームズ・サマーセットという逃亡奴隷の判例が法的な決定を下した。所有者のチャールズ・スチュアートは、サマーセットの拉致を試み、ジャマイカの砂糖プランテーションで働かせるために送ろうとした。サマーセットは、ロンドンにいる間に洗礼を受け、洗礼親がヘイビアス・コーパスを発行した。高等裁判所主席判事のマンスフィールド卿は、 イギリスに奴隷に関する法律がなかったので、イギリスの監修法に基づいて拉致が合法か、非合法かを判断しなければならなかった。1772年6月22日の判決では、この判決から生じるかもしれない不便さはどうあれ、私は、イギリスの方に照らしてこの事件は許可も容認も言う、ことはできない。 よってこの黒人は放免されなければならないと宣告した。かくして奴隷という身分はイギリスの方では存在しないことが宣言された。この判決で1万人から1万4000人と言われたイギリスの奴隷を解放し他の法制で契約された奴隷はイギリスでは強制されないということになった。この事件は黒人奴隷貿易の残酷さを世の中に訴える。 事件となった。さらに1781年に起こったゾング号事件も奴隷防止運動に大きな影響を与えた。この事件は裁判で後悔によって疲弊した奴隷を海に捨てることは保険金の対象になるかという論点で争われた。初心は保険会社が負け、最新では保険会社の逆転勝ちとなった。最終審でマンスフィールド卿は 奴隷は家畜と同様の所有物であり、保険会社は保証金を支払う義務があるという判決を下した。この事件は1780年代後半に奴隷廃止運動を活発化させる役割を担った。スコットランドにいたジョセフ・ナイトという黒人奴隷はサマーセット事件の判決を読んだ後で主人のジョン・ウェダー・バーンの下を離れた。 1776年に、ウェダーバーンにもサマーセット事件と同じようなことが起こり、同じ結果になった。財産としての奴隷は、スコットランドの方の下では存在しなくなった。イギリスで奴隷が消滅したにもかかわらず、イギリス帝国領であるアメリカや、西インド諸島の植民地では、奴隷が生活の一部だった。1783年までに、イギリスの大衆の間では、 反奴隷制度運動が始まりだした。この年、イギリスで最初の奴隷制度廃止運動の組織がクエーカー教徒の集団によって創設された。クエーカー教徒は多くのやり方で運動を先導し、この運動が続いている間は影響力を保ち続けた。1783年6月17日、セシルレイ教がクエーカー教徒の誓願を取り上げ、 この問題を正式に政府に持ち上げた。1783年にはまた、ビール・ビー・ポーテウス主教が、英国国教会に対し奴隷貿易に関わることを、やめること、また、アフリカ系カリブ人奴隷に注目するような、実行可能な政策を作り、奴隷の待遇を改善するよう訴えた。黒人は、奴隷制度廃止運動で重要な役割を演じた。イギリスでは、 その自助連が生きている間に旧範を重ねたオローダー・エキアーノが黒人貿易に反対する疲れを知らぬ運動を続けた。1787年、クエーカー9名と国境界福音派3名がロンドンで奴隷貿易廃止促進協会を設立し、奴隷貿易廃止運動を全国的に展開し始めた。イギリス商人による奴隷密売である。 大西洋奴隷貿易に言及した。イギリス商人は、ブリストルやリバプールなどの港から、イギリス製品を積み込み、アフリカの属長階層で、奴隷制度と結びついている西アフリカで製品を売るか、奴隷と交換し、奴隷を連れて、イギリスの植民地や他のカリブ海諸国あるいは、アメリカ合衆国に船で運び、そこで、農園主に奴隷を売るか、ラム酒や砂糖と交換し、 それをイギリスの港に持ち帰った。これら商人が一回の就行中に三カ所で取引をするので三角貿易と呼ばれた。18世紀予測には奴隷貿易の非人道性に対する政治的な影響力が強くなっていった。多くの人々があるものはアフリカ人あるものはヨーロッパ人となった子孫が奴隷制度廃止運動に影響を与えた。 イギリスでよく知られた奴隷制度廃止論者は自分自身が直に貿易の残酷さを見てきたジェームズ・ラムゼー、グランビル・シャープ、トマス・クラークソンや福音主義改革者のクラファム派の他のメンバーたち、また奴隷貿易の廃止のための委員会の大半を占めたクエーカー教徒だった。被告教徒として、クエーカー教徒は18世紀遅くや19世紀初期にイギリスの議会に入れなかったので、 福音主義者のウィリアム・ウィルバー・フォースがイギリス議会を説得して運動の指導者になった。クラークソンは集団の最も顕著な研究者となり、ブリストル、リバプール及びロンドンなどの港で船員や元奴隷に直に面接して証言を得て奴隷貿易に関する大量の情報を集めた。クラークソンの努力が功を奏して奴隷制度廃止運動の地域の輪が 全国に広がった。大衆討議の場を持ったり、パンフレットや聖画に書を発行して、運動を続けた。クラークソンや、奴隷貿易の廃止のための委員会が、販売促進した初期の出版物は、解放奴隷、オローダーエキアーノの自助伝だった。この運動には、解放奴隷やキリスト教習派であるエマヌエル、スベェーデンボリの流れを組むシンウェルサレム教会、クエーカー、 バプテスト、メソジストなどから支援があり、イングランド中部と北部の都市の新しい工場、労働者からの指示もあった。以前は政治的に力のなかった女性や子供たちも運動に関わっていった。ただし、女性の場合は集会も別のものになり、また男性で占められている、イギリス議会に出る資格もなかった。奴隷制度廃止運動の際だった計画は、西アフリカに、 自由の街を作るために土地の買収交渉を族長たちと行うことだった。これはイギリス帝国やアメリカ合衆国の元奴隷を西アフリカに戻して定着させる意図があった。この私的な交渉の結果、シエラレオネの一部が1807年から1808年のイギリス議会で成立した法律で保護されることになり、その後も地域の族長たちに 奴隷貿易をやめさせることに合意させる交渉が続き、イギリスの西アフリカで影響力が拡大していった。この合意事項の中には、商人が奴隷を運ばないことを確実にするため、イギリス海軍の艦船が族長たちの船を止める、権利があることも含まれていた。1796年、ジョン・ガブリエル・ステッドマンは、内陸に住むマルーンを抑えるために、 スリナムに派遣された軍隊に5年間従軍した記録を出版した。この本は奴隷の待遇を批判しており、逃亡奴隷に対して課される残酷な処遇をウィリアム・ブレイクやフランチェスコ・バルトロッチに書かせた多くの総画を収めていた。この本は奴隷制度廃止運動に関わる書籍の中でも重要なものとなった。 1807年3月25日、イギリス議会で奴隷貿易法が成立し、イギリス帝国全体での奴隷貿易を違法と定めた。イギリス戦で奴隷が見つかった場合の過料は1人、当たり100ポンドとされた。この法の成立によって、奴隷制度廃止運動にさらに力が備えられることになった。しかし、この時期は、ナポレオン戦争が激しくなる時と時期を、 同じくしていた。ナポレオンはフランス革命の時に廃止されていた奴隷を復活させる後ろ向きの決断を下し、フランス領のカリブ海諸島に黒人を奴隷にする軍隊を派遣した時、イギリス帝国はその奴隷貿易を禁じる法によって高い道徳的立場に立つことになり、戦争のあらゆる時と場所において重要な観点となった。この法律の意図は、 イギリス帝国の中で奴隷貿易を完全に違法とすることであった。しかし、その一方で罰則が緩かったために奴隷貿易は引き続き行われ、イギリス海軍に捕まりそうになった船長は過量を減らすために奴隷を海に突き落とすこともしばしば行われた。また、南アフリカの英領ケープ植民地では1809年に ホテントット条例を施行し、イギリス帝国も二枚舌の政治を行っていた。1807年の法律成立後、奴隷は、イギリス本国の中で表立って売買されなかったものの、依然として、売買、所有されていた。1820年代、奴隷制度廃止運動が再び活発になり、この時は、奴隷制度そのものに対して反対する運動であった。 1823年には、反奴隷制度協会が作られた。運動参加者の多くは、以前の奴隷貿易に反対する運動に参加した、ものであった。1824年、イギリスは、EN、スレーブ、トレードアクト1824によって、罰則を強化し、1807年の法律を、実効性のあるものにしようとした。1827年、イギリスは、 奴隷貿易に関わった者は、海賊行為とみなし、死刑に値すると宣言した。1828年に、ホッテントット条例も廃止された。1833年8月23日、奴隷制度廃止法が成立し、イギリスの植民地における奴隷制度を違法とした。1834年8月1日、イギリス帝国内のすべての奴隷は解放されたが、 年期傍高制度で元の主人に使えるものは残った。この年期傍公も1838年には廃止された。カリブ海のプランテーション所有者には保証のために2000万ドルが支払われた。この財源としてロスチャイルドは1500万ポンドの金塊を供出していたが、それまでロスチャイルド自身も奴隷制に関わっていた。 1839年からイギリスと海外反奴隷制度協会は他の国でも奴隷制度を違法とするよう働きかけ奴隷貿易業者を海賊と宣言し罰することで奴隷貿易を抑え込むよう政府に圧力をかけたこの組織は今日でも反奴隷制度インターナショナルとして継続している他の新世界植民地では大西洋貿易によって フランス植民地のサトウキビプランテーションに労働力を供給していた。フランス領西インド諸島には、現在の呼び方で、アンギラ、アンティグアバーブーダ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、グレナダ、ハイチ、モントセラト、セントルーシア、セントビンセントグレナディーン、シントユースタティウス島、セントクリストファーネービス、 トリニダード・トバゴ、セント・クロイ島、及び現在のフランス海外圏であるマルティニークとグアドループが含まれていた。奴隷貿易は、ルイ14世の黒人法によって規制されていた。奴隷制度は1791年のトゥーサン、ルーベルチュールによる、サンドまでの配置革命後に、初めて廃止された。反乱軍は、奴隷制度の廃止を要求し、 1794年2月4日に、ジャコバン派の率いるフランス第一共和制は、プルビオーズ16日法を可決して、奴隷制度の廃止を決議した。アンリ・グレゴワールとジャック・ピエール・ブリッソーが指導する黒人の友の会が、奴隷制度廃止運動の一部を担い、フランス本土における反奴隷制度勘定を作り上げる重要な基盤を築いた。法律の第一条は、 フランス植民地における奴隷制度は廃止するとしていたが、第2条は奴隷の対価に応じて奴隷所有者は保障されるとされていた。しかし、ナポレオンは第一失政となった後に奴隷制度を復活させ、これを強いるために軍政府長官と軍隊を派遣した。1802年5月10日、グアドループでデルグレ大佐がナポレオンの代理人、 リシェパンス将軍に対して反乱を起こした。この反乱は鎮圧され、奴隷制度が再構築された。この事件に関する情報がハイチに伝わり、ジャンジャック・デサリーヌラに1804年のハイチ独立につながる反乱を起こさせた。1848年4月27日、第二共和制の下で、ビクトル・シュルシェールの緊急命令により、再び奴隷制度は廃止された。 国はコロンから奴隷を買い上げ、解放した。しかし、ほぼ同じ頃に、フランスはアルジェリアを皮切りに、アフリカの植民地化をはじめ、奴隷に等しい労働条件で、鉱山、樹木の伐採及びゴムのプランテーションに人を送り込んだ。植民地政策の評価に関する議論が今日でも続いている。2001年5月10日、クリスチャーヌ・トービラの方では、 奴隷制度と大西洋奴隷貿易を人道に対する罪だと公式に認めた。5月10日はいくつかの候補の中から奴隷制度の犯罪を認める日に選ばれた。反植民地主義活動家はアフリカ解放の日も共和国に認められるよう要求している。この法によって奴隷制度の犯罪は認められたが、4年後の2005年2月23日。 保守系の国民運動連合による教師と教科書に、特に北アフリカにおける、フランスの統治の積極的な役割を認めに認識する、ことを求める法律の成立が、フランス国内でも、海外でも、大衆の騒乱と、歴史修正主義に対する非難を呼んだ。アルジェリアの大統領アブデルアジズブーテフリカは、 この法のゆえに計画されていたフランスとの友好条約への署名を拒んだ。有名なマルティニークの作家でネグリチュード運動の指導者のエメ・セゼールはアンプ指導者のニコラ・サルコジとの会談を拒否しサルコジのマルティニーク訪問をキャンセルさせた。この議論を呼んだ法律は2006年の初めにジャック・シラクによって撤廃された。ワラキアとモルダビア広告において 18世紀中頃に、濃度が解放されたが、ロマの奴隷化は19世紀の初めまで合法であった。奴隷制度廃止運動は、急進的なヨーロッパよりで、ハンオスマン帝国の運動と連動し、二つの広告の中で力を得ていった。1843年から1855年にかけて、25万人のロマ奴隷が解放され、その多くはルーマニアを離れて、 西ヨーロッパや北アメリカに移住した。非合法に拘束された自由国人の救済のための教会が1775年4月14日にフィラデルフィアで結成されたのがアメリカで初めての奴隷制度配信運動団体である。主に奴隷制度に強い宗教的反感を抱いていたクエーカー教徒によって作られた。この教会はアメリカ独立戦争の間に イギリスがフィラデルフィアを占領していた時は、活動をやめていた。1784年、ベンジャミン・フランクリンを初代会長に再結成された。ベンジャミン・ラッシュがもう一人の指導者であり、多くのクエーカー教徒もいた。ジョン・ウルマンは1756年にその事業の大半を放り出して、クエーカー教徒ともとに、奴隷制度に反対する運動に身を捧げた。奴隷の解放と、 奴隷制度の廃止を主張する論文で、アメリカ合衆国では、最初のものは、トマス・ペインによって書かれた。アメリカにおける、アフリカ人奴隷と題された、この論文は、1775年3月8日の、ペンシルベニア・ジャーナル&、ウィークリー・アドバイザーに対する追記、より馴染みのある名前では、ペンシルベニア・マガジンあるいは、アメリカン・ミュージアムに掲載された。 奴隷制度廃止運動は、どの州でも奴隷制度を廃止する方向に進行して行った。1804年までに北部の全州は奴隷制度を廃止した。ただし、奴隷の解放については段階的であり、1860年の国勢調査でも永久暴行のものが少なからず残っていった。この改革を主張する主要な組織は、キリストともかい。 ペンシルベニア反奴隷制協会及び、ニューヨーク奴隷解放協会であった。ニューヨーク奴隷解放協会は、県政ある連邦党政治家、ジョン・ジェート・アレクサンダー・ハミルトン及び、民主共和党のアーロンバーが指導していた。ニューヨーク奴隷解放協会の相当な努力により、ニューヨーク州は1799年に奴隷制度を廃止した。 奴隷の数に関しては1863年以前のアメリカの歴史で最大の解放となった。1804年のニュージャージー州における奴隷制度廃止が北部では最後のものになった。しかし、1787年の憲法制定会議において連邦政府が国際的な奴隷貿易を1808年に廃止することを容認する合意が形成されていたが、 この頃でも奴隷貿易は続いていた。この時、1798年までにジョージア州を除く全ての州が個別に奴隷貿易を廃止するか制限する法律を成立させていた。1830年代の初め頃、アメリカ合衆国郵政長官が奴隷制度廃止運動のパンフレットを南部の州に届けさせることを拒否した。北部の教師たちは、 奴隷制度廃止運動のかすかな兆候も南部からは排除されるのではないかと疑い、奴隷制度廃止運動に関わる文学も禁じられたと思った。南部の者たちは奴隷制度廃止論者だということを共和党が否定したことを跳ねつけ、1859年のジョン・ブラウンによる奴隷放棄の試みを証拠として、 北部の多重の陰謀が血なまぐさい奴隷の反乱を起こそうとしていると指摘した。奴隷制度廃止論者の中には奴隷の反抗を要求した者もいたが、ブラウンのような陰謀が露見したという証拠はなかった。北部でも脅威を感じ、エリック・フォーナーは北部のものは良き社会の対極にあるものとして、またその基本的な価値観や利益に対する脅威として、 奴隷制度を見るようになったと結論付けた。しかし、多くの保守的な北部人は、突然巨大な数の自由労働者が、仕事待ちの人の中に入ってきて、しかも彼らは報酬などなくて働いてきており、喜んで労賃相場を下げると見られていることに不安を感じていた。19世紀の前半、様々な組織が作られて、黒人を、 アメリカ合衆国からもっと自由を享受できる場所に移住させることを主張した。植民地化を推す者がおれば移民を唱える者もいた。1820年代から1830年代にかけてアメリカ植民地協会がアメリカの黒人をアフリカに戻すことで奴隷制度を廃止する提案の主要な推進者であった。この協会は このやり方が解放のために好ましいと見ていた、ヘンリー・クレイや、ジェームズ・モンローのような著名な指導者を含み、国中の白人から広い支持を得た。しかし、アフリカ系アメリカ人の中に、多くの反対者がおり、植民地化はアメリカにおける、困難な問題に対して実行可能とも容認できる、解決法とも見ていなかった。この計画に対する顕著な反対者は、 ボルティモアの富裕な自由国人、ジェームズ・フォーテンであった。西アフリカの海岸で小さな集落を作るいくつかの試みの後で ACS は1821年から1822年にリベリアの植民地を作った。それから40年間にわたって多くの元奴隷と自由国人がそこに移住することを支援した。不十分な衛生状態や免疫の欠如などから 薬病が頻発し、移民の多くはすぐに死んでしまったが、生き残った者は1847年にリベリアの独立を宣言した。しかし、植民地下支援は奴隷制度廃止論者の動きによって、1840年代から1850年代にかけて減衰していった。アメリカ系リベリア人は1980年のクーデターの勃発までリベリアを支配し続けた。 1830年代に急激な変化が起こった。ウィリアム・ロイド・ガリソンが即時の解放、段階的成就を要求した。すなわち、ガリソンは奴隷所有者が即時に介護し、解放の仕組みを始めることを要求した。1840年以後、奴隷制廃止論はガリソンのような立場を取るようになった。これは自由国人を含むおよそ3000人の人々に、 導かれたイデオロギー運動であった。奴隷制度廃止運動はクエーカーを含み強い宗教的な基盤があり、1830年代に北部のチャールズ・フィニーによって指導された第二次大学生の信仰復興論者の情熱で改心した人々がいた。奴隷制度廃止という心情は自由メソジスト教会のような小さな宗派との関係を立つことに貢献した。 福音主義者の奴隷制度廃止論者はいくつかの大学を創設した。最も顕著なものはメイン州のベイエツカレッジとオハヨ州のオベリン大学である。著名な大学であるハーバード大学、イエール大学及びプリンストン大学は一般に奴隷制度廃止に反対していた。しかしその運動はイエール大学のノアポーター学長やハーバードの トマスヒル学長のような著名な人物を引きつけた。北部で奴隷制度に反対する者は禁酒運動、公的学校、監獄や福祉施設の建設など他の近代化改革運動も支持した。彼らは女性の行動主義の役割については意見が分かれた。ローマカトリック教会のアイルランドでの指導者ダニエル・オコーネルはイギリス帝国とアメリカにおける 奴隷制度廃止を支持した。オコーネルはカトリックの解放を確保するときに指導的な役割を演じガリソンのモデルの一人となった。ガリソンはアメリカの奴隷制度廃止運動にオコーネルを引き込み、オコーネルと黒人運動家のチャールズ・レノックス・レモンドを呼び、禁酒運動の牧師セオボルド・メイヒューが アメリカのアイルランド人に配信運動を支持するよう、訴える6万人の署名を集めて請願書を作った。それにもかかわらず、オコーネルが作ったアメリカの撤廃協会は奴隷制度賛成の立場を取った。これにはいくつかの理由が示唆されてきた。いかなる場合も、黒人と仕事を争ってきたアイルランド人は、アイルランド人と黒人の自由のために使われる議論が、 同じであることを嫌った。アイルランド人は、彼らの自由を守るアメリカ合衆国憲法に忠実であり、奴隷制度廃止論者の基本的に憲法を超越した立場を嫌った。また、アイルランド人は、奴隷制度廃止論をプロテスタントと認識していた。これに加えて、奴隷所有者は、アメリカ国外の白人民族であるアイルランドの、 自由を躊躇することなく声に出して指示していた。急進的なアイルランドの民族主義者は、アイルランドに対するイギリスの支配に対して、暴力的な転覆を目論むことに、オコーネルが拒否を示したことで、オコーネルと議絶しており、奴隷制度についても多様な見解を持っていた。1853年から1875年まで、アメリカで過ごしたジョン・ミッチェルは、 奴隷制度の情熱的な宣伝者であった。彼の三人の息子はアメリカ連合国で従軍した。一方で彼の以前の親しい仲間トマス・フランシス・ミーガーは南北戦争で北軍の順将として仕えた。アメリカのカトリック教会はメリーランド州に本部があり、黒人の精神的平等さに対して確たる立場を取ったことや、 ローマ教皇グレゴリウス16世の奴隷制度を非難する1839年の大直所があったにもかかわらず公的な会話でなければ奴隷所有者の利益を支持し続けたニューヨークの司教はオコーネルの誓願を偽造と言って非難し本物であるならば不当な外国の干渉であるとしたチャールストンの司教はカトリックの伝統が 奴隷貿易に反対する一方で、奴隷制度に反対する何事もしなかったと宣言した。南北戦争の前は、アメリカのどの主教も、奴隷制度廃止運動を支持しなかった。戦争が遂行されている間でさえも、奴隷所有者と自由に会話していた。ある歴史家は、天霊主義者協会が罪を犯した人よりも異端者から、自分たちを隔てていたとしている。 またエピスコパル派やルーテル派の中にも同様に奴隷制度を容認するものがあったとしている。実際にエピスコパル派の主教は南軍の将軍であった。オコーネルの失敗後、アメリカの撤廃協会は潰れた。しかし、ガリソンの考えを信奉する人々は、ローマカトリックに対するアメリカのプロテスタントの苦い敵意にもほとんど屈服することがなかった。 奴隷制度反対論者の中には、党派の崩壊の中で、ノーナッシングズ運動に投じる者もいた。しかし、エドムンド・ウィンシーはそれを、キノコの成長と冷やかし、現実の問題から逃避するものとした。マサチューセッツ州のノーナッシング議会が、ガリソンを称えたが、ガリソンは自由の崇拝に対する、基本的な権利を侵害する者として、彼らにことを唱え続けた。 しかし、福音派のプロテスタントであるガリソンや、ジョン・ブラウンは、アメリカ独立宣言を聖書と同じくらい重要な、ものと見ていた。1854年に、ガリソンは次のように記した。私は、アメリカ独立宣言の中で、自明の真実の一つとして書かれている。あらゆる人は平等に生まれている。人は作り主によってある不可分の権利を授かっている。それらは命であり、 自由であり、幸福の追求であるということを信じる。このゆえに私は、奴隷制度廃止論者である。このゆえに私はあらゆる形の抑圧、その中でも、とりわけ人をものに変えてしまうことを、義憤と嫌悪で見ざるを得ない。この感覚を大事にしないことは、原則的に臆病であろう。私に、奴隷制度について、耳を閉ざせというものは、 私が防衛のために口を開くのでなければ、私の心情に対し嘘をつき、私の人間性を貶め、私の心をけがすことを求めるものである。私は嘘つきでも、臆病者でも、さらに偽善者でもない。いかなる党派にも合わせないし、いかなる派閥も満足させない。いかなる憎悪や危機からも逃げないし、いかなる利益も貯めない。いかなる制度も守る必要はないし、 いかなる目的も促進はしない。あるものが、他のものを奴隷にする権利があると私を説得して、見るがいい。私は独立宣言をもはや読まなくなるだろう。自由は、あらゆる人の持って生まれた権利ではないと私を、説得してみるがいい。顔色や地域がどうあれ、私はそういう人に燃え尽くす火を与えることだろう。私は自由と、 奴隷制度を同時に信奉する術を知らない。歴史家のジェームズ・エム・マクファーソンは、その著書、平等への戦いの中で、奴隷制度廃止運動家を、南北戦争の前に、即時の、無条件に、そしてアメリカ合衆国全国の奴隷制度廃止を、訴えたものと定義している。奴隷制度に反対した、いくつかのグループがあったが、合衆国の設立時点で、 奴隷制度を完全に禁じた州はほとんどなかった。憲法は奴隷制度を調整する条項があったが、どれも奴隷制度という言葉を使っていなかった。アメリカの奴隷制度廃止運動はかなり早く始まり、アメリカ合衆国が国家として成立以前のことであった。著名なボストン市民でセーラム魔女裁判の判事の一人でもあったサミュエル・シューアルは、 植民地の年季暴行に対抗するものとして完全な奴隷制度が広がることに抗議して1700年にジョセフの売却を書いた。これは後の合衆国となる地域で最も初期に記録された反奴隷制度論文の印刷物である。奴隷制度廃止運動家には運動が分散した1830年代や1840年代にアメリカ反奴隷制度協会や その付属団体に加わった者たちがいた。分散した、奴隷制度廃止運動には次のような団体があった。自由党、アメリカ及び海外藩奴隷制度協会、アメリカンミッショナリー協会及び協会反奴隷制度協会である。マクファーソンは、南北戦争の前の運動家を三つの方に分けた。メリーランドから、北の諸州では、 1781年から1804年までに奴隷制度を段階的に廃止し始めた。ロードアイランド州は1774年に、他の州は1786年までに、ジョージアだけは1798年にという風に、すべての州が奴隷貿易を廃止するか厳しく制限していた。北部諸州の解放法は、法が成立する前に生まれた奴隷は、 ある年齢に達した時点で解放されるとしたので、いつまでも奴隷でいるものが残っていた。ニュージャージー州では、かなりの数の永久年期暴行が1860年の国勢調査に記録された。奴隷制度を完全に廃止した最初の州は1780年のペンシルベニア州であった。しかし、南部では、 奴隷制度がそのまま残り、北部の強い反奴隷制度の立場が高まるにつれて、地域の監修や社会信条により、奴隷制度の必要な守りに入っていった。反奴隷制度感情は1830年以前に北部の多くの人々に存在し、1840年以後に奴隷制度廃止運動をうるさく求める人に加わっていった。北部の大多数は、 奴隷制度廃止運動家の極端な立場は拒絶した。例えば、エイブラハム・リンカーンである。実際に、リンカーンや、スティーブン・ダグラス、ジョン・シー・フレモント及びユリシーズ・グラントは、道徳的な過酌もなく、南部の奴隷所有者の娘と結婚した。奴隷制度廃止運動は、原則として、奴隷制度の程度を制限したいというもの以上の、ことだった。 北部人の大半は南部に奴隷制度があることを認識し、憲法が連邦政府にそこへ立ち入ることを許していないことも認識していた。また段階的な解放とその保障という政策に賛成していた。1849年に以降、奴隷制度廃止運動家はこれを拒否し、即座にあらゆる場所で終わらせることを要求した。ジョン・ブラウンは実際に 暴力的な犯行を計画した唯一の運動家だとされているが、デイビッド・ウォーカーがその考えを推進した。活動家の運動は解放されたアフリカ系アメリカ人の活動によって強化された。特に黒人協会は古い聖書の奴隷制度に対する正当化は新約聖書と矛盾しているとした。アフリカ系アメリカ人の活動家とその書いたものは、 黒人社会の外では耳を貸してはもらえなかったが、同情的な白人には大きな影響を与え、最も有名となった白人活動家であるガリソンは最も効果的な情報宣伝家でもあった。ガリソンは雄弁な広報担当者を探すように努め、その結果見出した元奴隷のフレデリック・ダグラスは、結果的に自分自身の権利において卓越した活動家になった。 ダグラスは自分で多くの出版部数を誇った奴隷制度廃止運動家の新聞ノーススターを出版した。1850年代早くにアメリカの活動家の運動はアメリカ合衆国憲法の問題について2つの派に分かれた。この問題は1840年代予測にライサンダースプーナーによる奴隷制度の違憲性の出版の後に提起された。ガリソンや ウェンデル・フィリップスに指導される、いわゆるガリソニアンは、公衆の面前で憲法が、奴隷制度を規定するものとしてその写しを焼き、その廃止と、新しい憲法の制定を要求した。もう一派は、ライサンダースプーナー、ゲリット・スミスそれに、最後は、フレデリック・ダグラスに指導されて憲法は、反奴隷制度の文書だと考えた。 自然法に基礎を置く議論と社会契約論の形式を用いてこの派は憲法の合法的権力の範囲の外に奴隷制度があり、それゆえに廃止されるべきものとした。奴隷制度廃止運動はもう一つ、今度は社会階級で分裂した。ロバート・デール・オーエンとフランシス・ライトの職人共和主義は実業家のアーサータッパンや 福音伝道者の兄弟ルイスタッパンのようなエリート、活動家の政策とは際立った対象にあった。オーウェン・トライトは、賃金生活者と、家財奴隷との連帯を基本に、奴隷制度に反対していたのに対し、ホイッグ島のタッパン兄弟はこの見解を強く拒否し、いかなる意味においても、北部の労働者を奴隷と性格付けすることに反対した。多くのアメリカ人活動家は、 地下鉄道を支持することで奴隷制度に反対する行動的な役割を選んだ。これは合衆国議会により1850年の逃亡奴隷法によって違法とされた。それにもかかわらず、ハリエット・タブマン、ヘンリー・ハイランド・ガーネット、アレクサンダー・クラメル、エーモス・ノエフリーマンなどの参加者がその仕事を続けた。奴隷制度をぶち壊す戦いで二つの重要な出来事は、 オバーリン、ウェリントン9条とジョン・ブラウンのハーパーズ・フェリー、襲撃であった。1863年1月1日の奴隷解放宣言後に、活動家は奴隷状態に残ったままの奴隷の自由と黒人の生活状態の改善を追求した。1865年のアメリカ合衆国憲法修正第13条の成立が公式に奴隷制度を終わらせた。 実際には1995年ミシシッピ州憲法での承認をもって制度は完全に終わった。各国の奴隷制度が廃止された年代を下記に記す。奴隷制度廃止運動と奴隷制度の廃止は現代の世界中で様々な方法で記念されている。国際連合総会は2004年に奴隷制度に反対しその廃止のため戦いを記念する。 国際年を宣言した。この宣言は、最初の黒人国家配置の誕生200周年を記念してもいた。多くの展示会、催し及び研究プログラムが付け加えられた。奴隷制度は、今日でも、一部の地域で公然、あるいは非公然に行われている。反奴隷制インターナショナル、アメリカン反奴隷制グループ及びフリーザスレーブズ、といった団体が、奴隷制度を違法化。 および廃止するための運動を続けている。ありがとうございます。